ハビタット、ハビタット、1966年から1987年は、アメリカ合衆国で生産されたサラブレッドの競争馬およびシュボバ。イギリスを中心に競争生活を送り、ムーランド・ロンシャン賞などに優勝した。タネボバとしても成功し、ハビタット系と呼ばれる布系を形成している。アメリカ合衆国で生まれた競争馬で、 1967年にキーンランドのイヤリングセール1歳馬セリーチにおいてチャールズ・エンゲル・ハルトに10万5000ドルで購入されイギリスへと渡った。同じセリーチでチャールズに購入された馬リボフィリオと共に競争馬となり当初は多くの競争馬と同様に2歳からデビューするはずであった。しかしハビタットは器用で調教は思うようにいかず同僚のリボフィリオが シャンペーンステークスやデューハーストステークスに勝って、イギリス最優秀2歳ボバに選出されるなど、活躍している間も、デビューはお預けのままであった。対抗、飛行イコール首と背の境から、足元まで、は16.1ハンド、約163.6センチメートルで、前足と膝が貧相であったという。この特徴は、後に一部の3区にも受け継がれた。 3歳になった1969年、リボフィリオが各国のクラシック競争に登録される中、ハビタットは4月のサンダウンパーク競馬場で行われたロイヤルステークス10ハロン約2012メートルでデビュー戦を行ったが、結果は最下位であった。それから2週間後のウィンザー競馬場で行われた同距離の競争に出走、ゴール前まで勝利目前であったが、そこで アブソーブドという馬にわずかに追い抜かれて2着に終わった。あとの5月23日、ヘイドックパーク競馬場での下級条件戦1マイル約1609メートルにおいて初めて1着でゴール5馬審査の楽勝で初勝利を挙げた。1ヶ月で参戦というペースでの出走が続いたが、ハビタット自身に疲れの色は見られなかったため、ハビタットの陣営は、 初勝利からわずか8日後のロッキンジステークスへの出走登録を行った。この年、イギリス競馬におけるマイル競争の最高峰であった同競争には前年の2000ギニーステークス3着馬ジミー・レッピン、同年の2000ギニーステークス2着馬タワーウォーク、そしてエクリプスステークス優勝馬ウォルバーホローなどといった競争馬が登録していた。ハビタットは単勝21倍と、 穴馬扱いされる中、これらのメンツを相手にしながら一着で、ゴール、二着ジミーレッピンを一馬身半離して優勝を飾った。ハビタットが他の競合馬よりも軽い金量を背負っていたことも、勝因ではあったが、その実力は大いに評価され、その年の三歳馬の中でもトップクラスのマイラーとして位置づけられた。 二週間後に行われた翌戦のセントジェームズ・パレス・ステークスでは二着に敗れたが、定量戦であったことと、対戦相手が AI2000 ギニーカチューマであるライトタックであったことから、その評価が下がることはなかった。この競争の後、約二ヶ月の休養に入った。休養明けの8月中旬、ハビタットは、フランスのクイーンシー賞シ、ドービル競馬場、1マイルで復帰した。 両馬場で行われたその競争で、ハビタットは、フランスのヒーンは、ミゲを相手に、これを優勝した。その翌週には、グッドウッド競馬場のウィルズマイルに出走、以前にも対戦したジミー・レッピンや、戦技ニートライアル・ステークスなどに優勝したヒーンは、ルーシー・ローウなどと競い、最後の一ハロンで、猛然と抜け出し、ルーシー・ローウを、ハンバ審査を抑えて優勝した。日着のルーシー・ローウ。 それから、金差の三着ジミー・レッピンは、この競争以降はすべて無敗を守った馬であり、そういった点でもハビタットが、この競争を制したことに、大きな意味が付加された。しかし、同競争の後からハビタットは急に落ち着きを失って、常にそわそわしていた。レースに支障が出ると考えられたため、次の予定されていた、クイーンエリザベース二世ステークスは回避することになった。そのため、 ハビタットの最終戦となる、次層は、ロンシャン競馬場のアークで、外戦門賞の開催日、フランスにおけるマイル競争の最高峰でもあるムーラン、ド・ロンシャン賞が選ばれ。本戦の前夜には、アイルランドの競争馬生産者であったキム・ロージャースが、ハビタットの権利を100万ドルで購入したいという、交渉を持ちかけていた。この競争に勝つことが取引の前提条件であったが、 そのような条件を課すまでもなく、ハビタットは二馬身から三馬身の差をつけて、優勝、優秀の美を飾った。その後、ハビタットは一株一万ポンドで、チンジケートが組まれ、アイルランドのグランジウィリアムスタッドに移り、ここで、種ボバとなった。ティムが設定した守ボバイリショ年度、1 9七十年の種付け量は二千七27522で、これは当時として、かなりの高額。 かつハビタットの戦績に照らし合わせても、あまりにも強気の価格設定であった。しかし、チームの価格設定が間違いでなかったことは、間もなく証明された。ハビタットの3区は、一様にして、スピードに優れ、初年度3区から早くもグループ性競争の勝ち馬を出すことに成功。ファーストシーズンリーディングサイヤーの座を獲得した。 ロイヤル・アスコット開催内のクイーン・メアリー・ステークスで優勝した2歳品は、ビッティ・ガールがハビタット3区発の重傷価値馬なり、その後生涯で53頭のグループ競争価値馬を送り出す大成功となった。種ボバとして最後のシーズンになった1986年までに3区の稼いだ、賞金総額は8万アイルランドギニーにもなった。 1986年の秋頃から低陽炎を患うようになり、治療が試みられていたが成果は上がらず、翌年1987年の6月23日になって安楽死の処置が取られた。父と同様、主にスプリントからマイル、5から8ハロン1000から1600メートルで適性を示す産区が多いのが特徴的である。典型とも言える代表3区に、 1978年生まれの、ヒーンバ・マーウェルがいる。同馬は2歳児は、チェバリーパークステークス、3歳児は、ジュライカップや、アベイドロンシャン賞、キングスタンドステークスといったスプリント戦線の大競争で活躍した馬であった。マイル戦線での代表3区としては、1986年生まれの、ディスタントリレーティブがいる。同馬は、 サセックスステークスに優勝したほか、ムーランド・ロンシャン賞ではその年のプールレッセデ・プーラン、フッツ2000ギニー優勝馬のディナミクスを破るなどの活躍がある。1973年生まれのヒンバ、フライングウォーターは、ハビタットサンク唯一のクラシックホースであった。同馬は1976年の1ギニーステークスに優勝したほか、チャンピオンステークスなどにも勝ち、ジャックル・マロワ賞では、 ブラッシンググルームを破っている。アメリカの生産者からも種付けの申し込みは多数あったものの、すべてティムに拒否されていた。そのため北米での活躍場はあまり多くなかった。しかし、イギリスやアイルランドで生産されて、その後渡米した産区も少なからず存在した。1983年生まれのスタンランはイギリスで生まれてフランスで競争生活を送り、 1988年よりアメリカに移籍した馬である。現地でブリーダーズカップマイルなど G1 競争4勝を挙げる活躍を見せた。また、1974年生まれのハビトニーはアイルランド産ながらも最初からアメカの西海岸で競争生活を始め、サンターニタダービーなど10勝3勝を挙げ、ハビタット産区の数少ないだと10勝,勝ち馬となった。 初年度3区のハバットをはじめ、2歳児にミドルパークステークスを優勝した3区を4頭出している。そのうちの1頭、スティールハート、1972年生は、後に日本に輸入され、日本ピロウイナーやタカラスチールといった日本のメマイラーたちの父となった。ハビタットはブルードメアサイアーとしての影響も大きく、全部で23頭の G1 馬、8頭の ヨーロッパクラシックホースの母フとなった。1987年、1988年、1994年、1996年の4年度において、AI、リーディングブルードメアサイヤーになるなど、その影響は、父としてのものと遜色ないものであった。1981年生まれのハビタット3区の、ヒンバブロケードは、現役時にも、 フォレショーなどに勝つなど十分な活躍をした馬であったが、母として、ブリーダーズカップマイル優勝馬場ラシア、1990年生、父ドラーズウェルズ、アイリッシュセンギニーなどに勝ったゴッサマー、1999年生、父サドラーズウェルズなどを輩出した。また、前述のマーウェルも、繁殖品馬としても成功し、アイリッシュセンギニー優勝馬マーリング、 ナショナルステークス優勝バカーウェントと G1 馬を2頭も出している。他、以下のような3区の名前が挙がる。当時はグループ性未導入。母リトルハットはアメリカ出身のご勝馬。ハビタット以外にもステークス競争カチューマの3区がおり、1965年生まれのヒンバゲストルーム、父ヘルトリーズン、1968年生まれのノースフィールズ、 父のオザンダンサーなどを出した名範食品馬であった。また、日本のサツキ商馬、ヘキラク、1953年生、母ミンクスとは同じ、母母サベージビューティーを持つ関係にあり、同馬とはいとこにあたる。父サーゲイロードは同じく、アメリカ出身の競争馬で、クラシック路線を目前に引退したが、種ボ馬として大成功した馬であった。 ハビタットの他にも、サー・アイバー、1965年生、ボバなどヨーロッパで活躍する産区が多く、それらの影響で、サー・アン・ケイ・ロード自身も後にヨーロッパへと売却されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。